出てんのその映画。ジャン・マレー、とても素敵なんですって。おばさまもどう？今日はいや、いらっしゃいよ。いいわよ。ね、いいから一人で行ってらっしゃい。あ、のんちゃん。どこ行くのかしら、のんちゃん。のんびり歩いてるわ。あの人いつも会うよ。のんちゃん、雲に乗る。西銀座 PX の手は右曲がってちょうだい。あんたも寄らなあやんとこ。おやめなさい。花の屋から。払っといて。はい。それから、あの、佐竹様の奥様いらしてます。そう。大磯のお嬢様もご一緒に。あ、そう。これちょうだい。包んどいて。はい。ごきげんよう。どうせっちゃん。こんにちは。この誰かどうした？いつ？新橋クラブでご飯食べた日。ああ、あの日？あれからね、せっちゃんとワイちゃんの方にブラブラ歩いてったの。歌舞伎の前まで行ったらちょうど中幕なのよ。立ち見しちゃった。そう。面白かった？立ち見って私初めて。ずいぶん階段登ってくのね。なんだか上の方から井戸の中覗くみたい。海老蔵がこれっぽっち。でも面白かった。そう、よかったわね。あ、行った？あそこどこ？ほら、パチン、ジャラジャラ。あ、パチンコ？やった？しなかった？一度してごらんなさい。とっても面白いから。ダメよ、あんなもの。だって面白そうじゃない。ね、連れてって。ダメダメ、あんなことしちゃダメよ。怖いおばさま。この子ぐらいの時何したって面白いのよ。そうね、一番いい時ね、今。何が？お嫁行ってごらんなさい。大変だから。どうして？旦那様って怖いわよ。朝から晩までガミガミ言って、のんびりパチンコなんかとてもできないから。本当？本当よ。とっても不細わよ。そうでもないか。せっちゃんコーヒーどう？うん、たくさん。ね、おばさま、私もう出かけないと。いってらっしゃい。どっか行くの？え、ちょいと。どこ？ピカデリーよ。ああ、じゃあまで。せっちゃん、ああいう男の人好き？うん。どこが好き？どんなとこがいいの？顔を上と下に分けて。上、下、行こう。さよなら。帰りにまたお呼びなさいね。いいものご馳走するから。え、本当よ。いいお天気ね。うん。どっか行きたいわね。どこ？どっか。温泉。あ、泊まりがけ？いいわよ、今自分。若葉が綺麗で。行っちゃおうか。今から？どう？ダメ？うん、ダメってことないけど。旦那様？なんかない？何かって？なんか理由。どう？先生の謝恩会。それこの前の時使っちゃった。ねえ、せっちゃん病気にしちゃおうか。どうすんの？せっちゃんが先生の謝恩会で温泉行ってたの。そしたらかわいそうに病気になっちゃったの。ダメよそんなの。すぐバレちゃう。大丈夫よ。せっちゃん帰りにまたここ寄るんだもん。私話しとく。じゃあその間節子、足止め？そうよ。温泉行ったつもりにして、一晩ここへ泊めちゃうのよ。そうか。頭いわね、あんた。どういたしまして、それほどでもございません。じゃあ、ちょっと旦那様に断っとこう。
どこ温泉？箱根？修善寺どうかしら。いいわね、修善寺。あ、もしもし、川淵さんですか？機械部の佐々木おりますでしょうか？恐れ入ります。今からだと汽車何時？車呼んであんたのとこへ回っても4時15分には間に合うわよ。そう。あ、もしもし。はい。はい。あ、そうですか。え、いえ、よろしいの。あ、そう、どうも。なんだって？いないのよ。ちょいともお客様と出かけたんだって。そう。どこ行ったんだろう。待ったかね。ええ、30分ぐらい。済んだんですか、仕事。うん。俺はビールもらおうか。はい。試験どんなのってたい。誰その財政理論。いや、そうだな。いや、できたかい。まあまあね。CPS って知ってますか？コンシューマープライスサーベイだろ。消費者価格調査のことじゃないか。知ってんだな。できなかったのか。ええ。大丈夫かい？多分いいと思うんだけどな。じゃあ、乾杯しよう。大丈夫だろうな。俺に聞いたかわからないよ。大丈夫だ。ね、大丈夫でしょ？知らないね。うちの会社じゃないんだから。冷てえな。まあ、入れたら、すぐ田舎の方に知らせてあるんだな。ええ。いつになられたのかさ。63ですよ。もうそんなか。なるほどな。中学中、よく君の兄貴とか遊びに行ったもんだけど。おふくろ、兄貴が戦死してから急に年取りました。そうかい。いい席のこったな。本室ですよ。チューブル。いないかい、南京虫。いませんよ、そんなもの。南京飯って英語で何て言うか知ってるかい？ピーナッツ…それは南京豆だ。あ、そうか。ああ、そうだ。これでも、君の保証にはしなくて済みそうだな。いや、大丈夫ですよ。入りますよ、絶対だ。愉快だな。うん、今が一番いい時だよ。そうですね。時は5月。我らは若い。カウディアムスイギトゥユーベネスズームズームスカウディアムスイギトゥユーベネスズームズームスポステクンダムユーベントゥテンポストモレスタムゼネクトゥテンノサベビトゥフームのさべびつふむす。
旦那様お帰りになりました。あ、そう。あ、おかえりなさい。ただいま。遅かったのね。お客様だったの？ああ。お電話したのよ。そう。電話なんだ。うん。あなた、お腹は？うん、すまいしてきた。おいしいのよ、タイのお塩。ねえ、何やってきたの？さあ、客が来て出ようと思ったら、ちょうどのんちゃんがやってきてね。そう。あなた、お風呂は？うん。すぐお入りになる？待ってたのよ、私。なんだ、先入りゃいいのに。ねえ、あのね、うん、私ね、なんだ、今日ね、あやの店行ったのよ。うん。そしたらね、あなたご存知？何を？節子ね、修善寺行ってるんですって。いや、知らない。そうでしょ、私も知らなかった。あ、電話どっからもかかってこなかった？うん、どっからも。それでね、節子ね、学校の先生の謝恩会だったんですって。そしたら急にお腹痛くなっちゃったの。誰が？節子よ。せっちゃんが？とても苦しがってるんですって。とても痛らしいのよ。どこが？お腹よ。盲腸じゃないかな？盲腸。大変だ。大丈夫かしら。もちは大丈夫だよ。手当てが早ければ。でも心配だわ。いいかしら、ほっといて。きっと心細まってるわよ、一人で。うん。あの子、私を好きだし、会いたがってるわ、かわいそうに。うん。それは言ってくれるよ。そう？いいかしら、うちのこと。いいよ。時間はまだ間に合うだろ。いいの、いいの。それ明日でいいのよ。じゃあ行ってやるわ、明日。喜ぶわ、きっと。うん。あの、大磯のお嬢様いらっしゃいました。こんばんは。あら、せっちゃん。どうしたの？食べてね。遅くなっちゃったの。こんにちは。こんにちは。どうしたの、あんた。よかったわね。今とっても心配してたのよ。修善寺行ってたんじゃなかったの？誰？あんた。もういいの、お腹。お腹？もう治ったの？もう痛くないの？ずいぶん痛かったでしょ？ずいぶん心配しちゃった。驚いちゃった。誰のこと、おば様？あんたよ。あんたのことよ。おかしいわね。じゃあ誰かしら。何言ってんの？さっきやったばっかしじゃないの？バカね、あんた。何？バカよ、あんた。今自分来て。何よ。あんた、あやんとこ寄らなかったのね。約束しててないさ。バカね。もしもし？あや、節子来ちゃったのよ、今うちへ。うん、そうなの。うん、困っちゃった。ん？そう。うん、うん。じゃあ誰にする、病気。え？え？どなたが悪いの、おばさま。あっち行ってらっしゃい。うるさいわね。あんたじゃないの。
っちのこと。え？誰？タカ子。いいわね、タカ子。あれなら大丈夫よ。え？もしもし？お話し中。お話し中。いいお天気ね。うん。とってもいい気持ち。あんた安静にしてなきゃダメ。盲腸なんだから。あ、そっか。そうそう。食べちゃダメ。はい、せっちゃん。おいしい。どう？うん。でもあんまり飲んじゃダメよ。あんた盲腸なんだから。よしてよ、盲腸盲腸って。なんだか本当にさっきからこの辺変になってきた。本当？うん。なんだかチクチク。しめしめ。よかったわね。そうこなくっちゃ。そうよ。それで筋書き通りよ。安心しちゃった。どう？もう少し痛くならない？うん。あいてて。で、旦那様全然芝居って分かんなかった？うん、ちょっと危なかったけど。でも分かるくらいなら帰ってありがたいくらい。この時は重宝よ、もっそりしてんのも。普段は嫌だけど。便利にできてんのね。少し勘が鈍いのかな？言っちゃ悪いけど。そうなの。鈍感なのよ。鈍感さんよ。鈍感さん？うまいこと言うわね。どうせっちゃん。おじさまにつけちゃダメよ。ほんとよ。大丈夫。でもよかった。おばさまに代わりに盲腸になっていただいて。そうよ。その代わり今度の時あんたよ。はいはい。あ、そう。ちょっとお待ちください。東京出たわよ。あ、そう。もしもし？誰？あ、ふみや？旦那様いらっしゃる？ちょっと呼びして。いるわよ、鈍感さん。もしもし、あなた？私、あのね、5時頃着きましたの、修善寺。貴子さん、やっぱり盲腸でした。ええ。さっきまで大変痛がってましたけど、やっと落ち着いて今、すやすや寝てますの。え？いいえ、手術しなくても済みそうなの。ええ。多分明日は帰れますわ。少し遅くなるかもしれないけど。え、じゃあおやすみなさい。さようなら。お酒もらおうか。うん、熱いの。うん、あ、もしもし、お酒。あら、あなたまだ出てらしたの？おやすみなさい。ごきげんよう。あ、もしもし、東京住みました。え、お酒ちょうだい。熱くしてね。なかなか前はね、慣れたもんね。せっちゃん、行っちゃダメよ。黙ってらっしゃい。どう？今来るわよ、暑いの。ねえ、なんかやらない？何？すみれの花咲く頃。あ、よく見に行ったわね。お昼から学校サボって。よく行ったじゃないの。うん。初めて君を知る、君を思い、日ごとよごと。
たの、せっちゃん。どうかしたの、節子。なんだか気持ち悪くなっちゃった。大丈夫、せっちゃん。何よ。あの、旦那様、男をお述べいたしましょうか。ああ。お前たちも寝ていいぞ。奥さん、明日帰るぞ。はい。海。兄さん、予備隊の試験どうだった？あ、おかげさまで通りましたそうで。そうか、それはよかった。で、どこ入るんだ？仙台だそうでございます。そりゃお父さんお母さん困るだろう。兄さんが行ってしまったら。はあ、でも上の兄がありますから。その兄さん何してるんだ？小学校の先生しております。そりゃお父さんお母さん安心だな。いいことよ、みんな元気で。何よりだ。おかげさまで。あの、お工事でもお入れいたしましょうか。いらいな。もう寝てくれ。あ、ではおやすみなさいませ。おやすみ。見たかったな、このゲーム。ホームラン4本も出てる。うん、私好きさ、サヨナラホームラン。どうしたの、せっちゃん。まだ少し頭痛い。そうよ、いい気になってお酒なんか飲むからよ。だって飲ませといて無理よね。もう飲んじゃダメよ、お酒なんか。何言ってんの、勝手なおばさま。あ、いるいる、たくさんいるわね。あ、あれあれ、ちょいといらっしゃい。ちょいとちょいと。なに？ちょいとちょいと。なに？なによ。ほら、あれあれ。なに？これこれ、この黒いの。見てな、誰かさんに。ほら、あれあれ。あの大きくてのそのそしてんの。あら、悪いわ、そんなこと言っちゃう。でもちょいと感じじゃない？見せないわよね。ダメよ、後からお世辞言っても。これ、これこれ。これでしょ？言ってるわよ。誰？おじさま。はっきり言うんじゃないの。ドンカンさん、おはよう。ドンカンさん、召し上がれ。召し上がれ、ドンカンさん。あら、他のが食べちゃった。召し上がれ、召し上がれ。また取られちゃった。うん、鈍感ね。知らない。おじさま、一つも食べられないじゃないの。かわいそうだわ。あなた、会社でお腹を好きになっても存じませんことよ。あら、あなた、おカバンどうなったの？お持ちになりませんの？せっちゃん、旦那様のおカバン取ってらっしゃい。すみや、おじさまのおカバン。あら、また寝っ
たこ屋行ってらっしゃい。やだやだ。こんな時私いいわね。今夜頭のハゲたのいないもん。あ、食べた。おじさんはやっと一つ食べたわ。ねえ、これこれ。この水色の、痩せてて長いの。似てない？うちの旦那様。あ、ちょいと感じね。ボンジュー、モンシェルプティ。あなた、そんなとこで泳いでらしておかず飯じゃ嫌よ。今どこにいるの？旦那様。またパリに帰ってきたの。台所までリオに行ってたんだけど。うちの旦那さんもどっか行っちゃわないかな。遠いとこ。遠いってどこ？どこだっていいわよ。私の見えないとこ。始まった始まった。太鼓の日。気まぐれね。いいお天気ね。今晩も泊まっちゃおうか。私は平気よ。火曜日まで帰りゃ。火曜日何？野球見んの。後楽園。太鼓、どうあんた。ちょいと、来てるわよ、お宅の旦那様。あら、本当だ。今日夜景来るなんて言ってなかったけど。一人？らしいけど。おかしいな。何？そんなに野球好きでもないのよ。あ、タバコ出した。マチさんしてるわ。いたいた。誰？知らない。どこの人？新橋？今日のらしいわ。赤坂？うん。西銀座らしいわ。西銀座って？うちの旦那様、よく行くバーがあるのよ。それらしいわ。綺麗な人じゃないの。うん、あんた、顔色悪いわよ。嘘、おっしゃん。あ、角が生えた。とんでもない。ずいぶん仲いいわね。あんた、怒らないの？怒らないわよ。偉いわね。いいとこ見つけちゃった。なんかかわしちゃおう。この間ね、かわしちゃいなさいよ。うん。旦那様、何にも知らないで見てるけど。高い野球についてんのね。そりゃしょうがないわよ。悪いことできないわね。かわいそうに。このチラシを申し上げます。天井の小田家妙子様、小田家妙子様、旧お宅へお帰りください。何だろう。何？何でしょう。お帰りなさいまし。お帰りなさいませ。何？急な用って。あの、お磯のお嬢様お見えになってらっしゃいます。それで電話かけたの？はあ、お嬢様おかけになりました。こんにちは。何せっちゃん。ちょいと。何よ、汗かいちゃった。大きな声で呼ぶんだもの。
ました、どうも。何？自然寺。何なの、急なよって。おばさま、聞いてらっしゃる？何？お母様、お見合いしろっておっしゃるのよ。なんだ、そのこと？すりゃいいでしょ。いや、嫌なの、私。嫌よ、お見合いなんか。何言ってんの？すんのよ、しなきゃダメ。じゃあ、おばさまもサンス？そうよ。いや、バカにしてるわ。嫌なこった。だってもうあんた、いつまでもブラブラしてられないわよ。いくつだと思ってんの？満で21、数え年で23。まだ当分結婚しないの。お見合いなんて絶対嫌。何言ってんの？そうじゃないの。おばさまご自身どう？何よ。幸福だと思ってらっしゃる？私幸福よ。嘘だ、幸福じゃない。見りゃわかる。私聞いたの、お母様に。おばさまお見合い結婚だって。だからどうしたって言うのよ。だからおばさまとおじさまと会わないのよ。何が？いろんなこと。会ってます。会ってません。じゃあなぜおじさまに嘘なんかついて修善寺いらしたの？行きたかったからよ。あんただってついてきたじゃないの。そんならなぜ本当のことそう言っていらっしゃんないの？わかんないのよ、あんたまだ子供だから。だったら大人なんて大嫌い。真っ黒なのそのそした大きな恋、おじさまだなんて。おじさまお気の毒だわ。余計なことよ、もう連れてかないから。いいの、私結婚したって旦那様の悪口なんか絶対言わない。そんな人と結婚しないの。私自分で探します。お見合いなんて大嫌い。はい。困った人ね。そのうちわかるわよ。わかりたいとは思いません。私、人の前で旦那様のこと鈍感さんだなんて決して言いませんから。いらっしゃい、ご無沙汰しております。あ、何か？うん、お父さん来られたんだね。まあ、かけたまえ。あ、ちょっと大川君に用があってね。あ、なかなか忙しいそうじゃない。いや、どうなんだ、景気。あ、この秋ぐらいまでは現在の横ばい状態が続くんじゃないかと思います。うん、そうか。はい。面会です。僕？はあ、いや、ちょいと、ごめんなさい。あ、君。妙子にね、一度おいそに来るようにそう言ってくれないか。あ、失礼します。いや。そのうち一度、佐竹君にも外国行ってもらおうと思ってますが。そう。こんにちは。どうして？入れましたよ。そうか、おめでとう。よかったな。また保証人お願いします。 あ、いいよ。今日は忙しいんですか？なんだ。就職祝いですよ。俺がするのかい？うん、僕がおごるんです。怖いな。今日は僕に任せてください。なんだ。うちの近所にとてもうまいとんかつ屋があるんですよ。こんなに大きいんです。それで安いんだ。じゃあ5時頃もう一遍来ないか。そうですか。じゃあその頃表で待ってます。ああ。
さよなら。なかなかうまいでしょ、あそこのとんかつ。うん、うまかった。満腹しちゃった。あそこの天津丼ぶりってのもなかなかうまいんですよ。そうか。食いますか。いや、もうたくさんだ。おう、一番出ないよ。じゃあ、僕のとこ行きませんか。よく出るね。強く弾いちゃダメなんですよ。ねえ、来ませんか、僕のとこ。うん。まあ、今日はやめとこう。奥さん、そんなに怖いんですか？怖かないんだね。入っていく。そうですか。出ないね。出ませんか？おい、18番出ないぞ。叩かんでくださいよ。出ないもしょうがないじゃないか。叩いたって出るんですよ。どうなんですか。ここだよ。おお、班長さん。おお、君か。おお、班長さんでしたか。いや、どうも。いや、しばらくだったね。さあ、どうぞ、どうぞ、奥へ。ああ。どうぞ、どうぞ。例大の時に同じ招待に来た戦友だよ。そうですか。さあ、どうぞ。お入れなさい。あんたもどうぞ。さあ、さあ。さあ、お帰りください。どうぞ。おい、お客さんだよ。しばらくだったね。いやー、またくたくです。班長さん、少しも変わられんですな。君だって変わらないよ。元気で結果だ。いやー、いかんです。差し取りました。かなり、いろいろ、お世話になった。どうも、いろいろ。いや、こちらこそ。この間、渋谷の駅でひょっこり高橋に会いましたよ。どう？僕もこの間藤田に会ったよ。銀座でね。おお、藤田も東京へ出てきたんですか？うん。三河島の方で自動車の修理やってるそうだ。そうですか。さあ、どうでした？いや。今晩君に会うとは思わなかったよ。まったくです。私も1年半ほど前からこの商売を始めましてな。いや、さっきあんたが叩いてくれたんで班長さんに会えたんですわ。いや、どうすいません。いやいや、いいんです。よかった、ほんとよかった。どうなの、景気は。なかなか盛んじゃないか。いや、まあまあです。しかし、わしはですな、当番いかんことになると思ったんです。いいもんじゃないです、これは。しかし、なかなか面白いじゃないか、やってみると。そうですか。時たま、やられるんですか。いや、今日は初めてなんだよ。あんたどうです。僕は時々やります。時たま、来られますな、うち。あ、お邪魔します。いかんな。いや、いかんです。こんなもんが流行るのは、いい傾向じゃないです。後悔しました。やってください。あ、そう。そう。いや。
ったし、これはまだまだ流行るね。確かに面白いよ。そうですか。こんなもんが面白くちゃいかんのですがな。こんなもんが流行っとる間は世の中はようならんです。つまらんです。そうかな。いかんです。しかし、あの自分は楽しかったですな。シンガポール。ああ。だが戦争はもうごめんだね。嫌だね。ああ、同感。わしも嫌です。真っ平ですわ。でも、どうなっておりますかな、今、ノースブリッジ。ああ、どうなってるかね。よかったですな、ヤシの林。ああ、空が綺麗でね。夜になると星がよく見えて。そうそうです。この星、南十字星。よかった。ほんと、よかった。一番乗りをやるんだと力んで死んだ戦友の遺骨を抱いて今入るシンガポールの街の朝、友よ見てくれあの涙、マラカ海の十字星、夜日に継いだ進撃に。先方どんな方ですの？お父様スウェーデンにいらした自分の書記官の息子さん。そう、お姉さんもお会いになったの？その方。うん、まだ。でもうちは会ったことあるらしいの。後輩なんですって、慶応の。そう。ごきげんよう。ああ、おいで。今お願いしてますの、節子のこと。うん、行ってやっとくれよ。陶劇だろ？いいえ、歌舞伎ですの。そう。あ、送っといて、いつもの。どうも。あんまり無駄遣いしないんだな。茂吉君も大変だ。私そう無駄遣いしてませんのよ。そう、そんなら結構だ。それで妙子さん、今度の日曜日ご都合どう？いいわ、私。でもお姉様、せっちゃんもう承知してるんですの、お見合い。え、ゆうべやっとね。お兄様おっしゃったの？初めのうちなんだかんだ言ってたけど、とうとう怒られちゃって。そう、でもよく承知しましたわね。え、しぶしぶ。じゃあ私の時と同じね。もっと私の時はお父様だったけど。あなた泣いてたわね、あの時。そうだったかしら。せっちゃんどうでしたの？プリトだってお部屋に入ったっきり。それでもう今朝早くどっかへ出てっちゃって。困った子よ。大変な違いね、私たちの自分と。そうよ、いろんな翻訳物なんか読んでんのよ。こないだ私ちょいと読んでみてびっくりしちゃった。大変ね、この頃の本。ねえ、
様、せっちゃんいました？いないの。お手洗いかしら。任もいないの。方々見たの。どこ行ったんでしょう。さあ。食堂じゃないかしら。あ、そうね。行ってみましょう。すいません。ご迷惑かけません。かけられちゃかなわないよ。いや、大丈夫ですよ。ね、出かけませんか。うん。お天気はいいし、いい気持ちですよ。行きましょう。君も何度も言ってんのかい。はい。とても面白いんだ。自分の買ったやつがドンケツ走ってるんですよ。あいつが最終回にガーッと抜いてくるときなんかたまらないな。あれのもっと爽快なスリルのあるやつなんだ。ね、行きましょう。いや。行ってみるか。え、行きましょう。いいんだ。面白いんだ。絶対なんだ。パチンコなんか問題になりませんよ。しかし、パチンコもちょいとやみつきになるね。そうですか？つまりなんだな。大勢の中にいながら、安直に無我の境に入れる。簡単に自分一人っきりになれる。そこにあるものは自分と玉だけだ。世の中の一切の煩わしさから離れて、パチンってやる。玉が自分だ。自分が玉だ。純粋の孤独だよ。そこに魅力があるんだな。幸福な孤独感だ。そうですか。じゃあ、競輪ならもっとすごいや。パチンコの玉が自転車に乗っかってるんですからね。周りのやつ見てるだけでも面白いですよ。人生の縮図だな。そうかい。海。海。おう。いつ来たんだい。たった今。何ですか。あ、出かける。はい。せっちゃん、今日お見合いだろ。歌舞伎行かなかったのか。行ったの。でも、すぐお手洗い行くような顔して、スーッと出てきちゃった。お母さんにもおばさんにも黙ってか。そう。そりゃいかんじゃないか。向こうじゃ探してるよ。いいの。よかないよ。そりゃいかんよ。だって嫌なんだもん、そんなの。お見合いなんてやばいよ。やばんたってしょうがないよ。そりゃいかん。行っといてよ。いや。みんな探してるよ。いや。行こう。いや。いや。ダメだよ、行かなくちゃ。さあ、行くんだ。いや。ダメだよ。あ、こんにちは。出かけませんか。うん。さあ、行こう。送ってくよ。どこ行くんです。歌舞伎座だ。すごいな。行こう、おいで。さあ、行くんだよ。行こう。おいで。
節子さんのお婿さんってどんな人です？いや、知らん。まだ会ったことないんだ。見合いって恥ずかしいでしょうね。でもこの頃の若いもんはそう恥ずかしがらんだろう。あなたはどうでした？うん、少し恥ずかしかった。そうですか。僕もきっと恥ずかしいな。ずいぶん探しちゃった。どうしたんだ。また来ちゃった。ダメじゃないか、来ちゃっちゃ。知らないぞ。いいのよ。ダメだよ。いいのいいの。あ、スタート。赤と黒ですよ。ダメね、赤。せっちゃん、もう帰るよ。いいのよ、まだ大丈夫。どう、おじさま。もうおいしい。もう帰り。まだまだ。やっと上手になったとこじゃないの。どうですか、入りますか。ああ、まあまあ。4番やってみてください。ああ。あんた、4番やってみなさい。それ、調子いいです。おい、せいちゃん、本当にもう帰り？まだいいったら。知らないよ。おじさんもう帰るよ。どうぞ。しょうがないな。本当に帰るよ、おじさん。いいかい？どうぞ。どう、おじさま。僕はもう帰るからね。そうですか。なんかと、せっちゃん駅まで送ってやってくれないか。え、送ります。いや、ダメ。さよなら。もう帰りですか。ああ、明日早いんだね。さよなら。いや、どうも。せっちゃん、本当にもういい加減にお帰りよ。うん、さよなら。今日は君が勝手についてきたんだからね。
おじさんと一緒だったなんてじゃ困るよ。うん、分かってる。いいね。さよなら。悪いとは思えないよな。どうして？だって問題は人間じゃないですか。相手次第ですよ。だって何も愛情感じてないのよ。愛情は後からだって湧きますよ。僕ならまず見るな。そして、よかったらすぐ惚れちゃうな。簡単ね。いいじゃないですか、簡単。僕は簡単主義だな。いやいや、そんなの。犬や鶏見た。しかしね、節子さん。あんたね、一人で複雑になってますけどね。大きい神様の目から見りゃ、どっちだって同じなんですよ。どうです？うまいでしょ？うん、ラーメンはね、おつゆがうまいです。こういうものはね、うまいだけじゃいけないんだ。安くなくちゃ。そう？世の中には安くてうまいものはたくさんあるんですよ。ガードの向こうの焼き鳥屋、うまいんだ。今度行きましょう。うん、連れてって。でも、奥さんに怒られるかな。平気よ、おばさまなんか。そうですか。おかわり食いますか？うん、もうたくさん。そうですか。おい、ラーメンもう一つ。おつゆたくさん。お家来たんですってね。ああ、いつ頃？君が出かけて1時間くらいかな。だから僕はその歌舞伎まで送ってったんだよ。来ないの？ずいぶん探したのよ。そう、一体どう思ってんでしょう、あの子。うん、彼にもお見合いでしょ。あちらの方にも悪いわよ。失礼よ、のんきすぎるわよ。ねえ、そうでしょ？無茶よ。うん、それは悪い。だいたいおいそのお兄さんもお姉さんも甘いのよ。だからあの子いい気になってんのよ。ほんと言ってやんなきゃ。甘やかしちゃダメね。あなたも言ってやってちょうだい。いいこと？うん、そうだね。ほんとよ、ほんとに言ってやってちょうだい。ああ、言うよ。今日みたいに困ったことありゃしない。汗かいちゃった。うん、困ったことよ。そうよ、本当よ。
おじさま。おう、なんだよ。いつ来たんだ。帰らなかったのかい。だって、今日帰りゃお母様、きっと怒るわよ。それはおばさんだって怒ってるぞ。でもおばさまの方がまだいいの。お母様、いつまでもとってもうるさいんだもの。おばさま、お休みになった。まだ起きてるだろ。ね、私の来たことないしょよ。せっちゃん。あ、おばさま、こんばんは。あんた、何今日。ごめんなさい。もう口聞かない、あんたなんかと。あなた、叱ってやってちょうだい、節子。うん。うんと叱ってちょうだい。うん。せっちゃん、お座り。ちょっとお座り。それは、せっちゃんいかんよ。仮にもお見合いじゃないか。行かないって方はないよ。大事、向こうの人にだって失礼じゃないか。無茶だよ。のんきすぎるよ。そうよ。大体いけないよ、君は。もっと考えなくちゃ。もっと考えていいよ。今が一番大事な時なんだよ。もう君、子供じゃないんだぜ。そう。よく聞いときなさい。いいかい、君。みんな君のことを心配してるんだよ。それなのに、金田家はそんな勝手なことして。何、おじさんが。ひどいわ。うん。だからおじさん知らないって言ったんだよ。何、おじさんが。一人でいい子になって。うん。まあ、いいさ。ねえ。あれからこんなに取っちゃった。のんちゃんにも半分あげたの。まだこんなに残ってんの。また行くの。あれね、塩かはじいちゃダメなのよ。こうね、こうやるでしょ。ゆっくりピンと離すでしょ。くるーっ。あなた。ん？あなた今日節子と一緒だったんですね。なぜ嘘つきになるの。なぜ。いや、別に。別になんですの。別に嘘はつかない。じゃあなんですの。ただ、言わなかっただけだ。じゃあ同じじゃありませんか。あなただってご承知でしょ、今日がお見合いのこと。うん。だから上熊まで送ってったんだよ。だって来ないじゃありませんか。本当よ、おばさま。私送っていただいたの。じゃあなぜ来なかったの。どこ行っちゃったの。ねえ。まあいいじゃないか。よくありません。何がいいんです。だってせっちゃんが嫌だってもしょうがないじゃないか。何がしょうがないんです。だってしょうがないよ。何がです。何がしょうがないんです。うん、嫌だってものは無理に結婚させたって。君と僕みたいな夫婦がもう一組できるだけじゃないか。そうですか、わかりました。よくわかりました。いいの、おじさま。うん、しょうがないさ。まあ、しょうがないよ。それいつのこと。もう10日ほど前。じゃあそれからずっと口聞かないの。うん。旦那様どうしてるの。時々何か言ったそうなのよ。一昨日晩も私早く寝ちゃったら遅く酔っ払って帰ってきて部屋のドア叩くの。私寝たふりしててやったら、ねえ君、ねえ君って何度も言ってんのよ。うん、あんたよく我慢してるわね。私なんかダメ、二日と持たない。我慢じゃないわよ、口聞きたくないのよ。それはあんた勝手すぎるわよ。あんただって嘘ついてんだもん。嘘つかないご夫婦なんて世の中にあるかしら。みんな少しはどっかで嘘ついてんのよ。そうかしら。でもそんな人ばかりじゃないと思うわ。お互いに嘘つかないいいご夫婦だってあるわよ。ないない、そんなの。もしありゃお互いにもうすっかり諦めてんのよ。嘘つくのも面倒くさくなってんのよ。そんなのから見りゃあんたんとこなんかいい方よ。いいもんですか。とんでもない。あんた大体贅沢なのよ。好みが強すぎんのよ。なぜ。昔あんた学校時分、髪の浴衣が気に入らないって言って休んじゃったり、叱られても叱られても長いスカート履いてきたじゃないの。そんな昔のこと
うん、今だってある。同じよ。あんた何から何まで自分の思う通りにならなきゃ気に入らないのよ。カツだって旦那様だって同じなのよ。勝手なのよ。はい。いや、いらっしゃい。こんにちは。いかがです。ご主人、お元気ですか。何？うん、ちょいとこまえばかり。何？ちょいと出して。いつも5円満で結構です。はい。いや、じゃあ、失礼。あ、ちょっと。ちょいと。今の。ん？何？これ？お帰りなさい、うちへ、おとなしく。いいわね、お宅の旦那様。あれだって苦労あるわよ。そうかしら。あんたのとこだっていいのよ。あんたがわがままなのよ。そうじゃない。そうよ。あんたなんだかんだ言ってるけど、それだけやっぱりどっか旦那様好きなのよ。好きじゃない。好きなのよ。そうじゃなかったらとうに別れてるって。分かんないのよ、あんたには。何が？私の気持ち。分かるって。分かるもんか。帰ろ。まだいいじゃないのねえ。今行く。奥様、ただいまいらっしゃいます。飯をそっとくれ。腹減った。はい。おかえり、お先。君、食べないの？あなた。ん？何？そんなご飯の食べ方よしてちょうだい。ん？うっかりしてた。あなたいつもそうやって召し上がってらっしゃるの？ふみや、そう？いつも旦那様犬にやるご飯みたいにこんなして召し上がるの？はいって言えよ。
は決めれないときは時々あるんだ。私、嫌だって申し上げたでしょ。うん、聞いた。うっかりしてた。やめていただきたいの。やめるよ。うっかりかけちゃった。奥さんに叱られちゃった。お前の田舎じゃ飯に汁かけて食わないか。いただきます。埼玉だろ。はい。長野もやるんだ。東京じゃこうやって食わんのかな。うまいんだもん。お前うちでやってないの。いただいておりません。なぜ。奥様がお嫌いですか。そうか、僕だ。君ご飯食べないのかい。結構です。奥さんは。ただいまお風呂召してらっしゃいます。そう、お前になったら2階いらっしゃるにそう言ってくれ。はい。ふみ、はい。何かご用？いや、まあお座り。いいの、おっしゃって。いやにご機嫌が悪いんだな。いいえ、そうでもありません。まあ座れとも。いいえ、いいんです。いや、さっきはすまなかった。君がそんなに嫌いだとは思っていなかった。あれもよすよ。いいえ、構いません。やっていただいても。いや、もうやらない。子供の時から田舎であやつだったもんだから、知らないでやってたよ。別に悪いとは思わなかった。悪いとは申し上げておりません。いや、もうやめるよ。しかし、どうして子供にそうなんだな。何がですの？いや、例えばタバコだけど、君は僕が朝日を吸うのを嫌がるけど、僕はこれが好きなんだ。安いばかりでなく、僕にはこれがうまいんだ。嫌だってそうだ。君は僕が三頭に乗るのを嫌がるけど、僕は三頭が好きなんだ。気が置けなくて楽なんだよ。昔から吸ってる朝日がいいのと同じなんだ。この箱にも親しみがあるんだよ。これは結局僕の育ちの問題になるんだけど。あ、すいません。あたくそんな風に育っておりませんの。いや、僕のことだよ。君は今のまで構わないんだ。君が朝日を吸ったらおかしいよ。誰だってそれぞれ身についたものがあるんだ。僕の場合、なんて言ったらいいかな。インティメートな、もっとプリミティブな、
返事や気兼ねのない気やすい感じが好きなんだよ。そうですか。それは僕だって急ぎの時には飛行機にだって乗るよ。一等が早く着くんなら一等にだって乗るよ。もうたくさん。いやもうよす。しかし怒られるかもしれんけど、気やすい感じがいいんだがな。私もそうなんですの。気やすいようにさせていただきますわ。記者だって今まで通りにさせていただきます。私にはその方が来やすいんですの。ねえ君、それからちょいと話があるんだ。もう結構。いや実はね、社長がお呼びです。そう。何か。あ、ねえ君、ウルガイ行き、あさっての飛行機が取れたって言うんだがね。あ、そうですか。君の都合どう？大変急だけど。いや、構いません。そう、じゃあご苦労だけど、それで行ってもらおうか。あ、書類は総務の方でお預かりしてますから。あ、そう。とにかく急で、大変気を毒だけど。いや、ではそうします。あ、君、いろいろしたこともあるだろ。今日はもういいよ。あ、明日の昼でもどうだい。一緒に飯食おうか。あ、じゃあいずれその時。あ、ごめんなさい。奥さん、今朝ほど旦那様お出かけになりますと、すぐ呼ばれたのか。はい。
旦那様お帰りになりましたら、これをお渡しするように。当分気の済むようにさせていただき。いつ帰るとも言ってなかったか。はあ、何ですか、四五日。うん。電報局ですか。電報願います。こちら落合長崎の1025番。そうです。宛名神戸市須磨区妻明石の須磨です。利休道32、村山秀子方佐竹妙子。そうです。用ある。用事のようです。用ある、すぐ帰れ、段落、茂吉。あ、それだけです。うなで願います。あ、そうです。ふみ。あ、急に外国行くことになった。こんなトランクあったな。はあ。あの、奥様は今電報打った。あれ出しておいてくれ。こうやるやつ。はい。Thank you.
班長さんも行かれたな。今日は天気も良くて、ほんと良かった。もう少し待ってみる。そうね。おばさまどうぞ。私もう少しいてみます。でももう帰ってこなくちゃ。お宅からも打ったの？電報。ええ、昨日。じゃあ十分間に合ったからね。ええ。のんきね。何してんだろう。お帰りなさい。遅かったわね、あんた。ただいま。何してらしたの、おばさま。遅かったわ、あんた。おじさま、もうお立ちになったわよ。何してたの。おじさま、とても寂しそうだった。あんた、昨日電報見たんでしょ。ええ。なんだって妻なんかに出かけたの。だって仕方がないじゃないの。行きたかったんだもの。だったら電報見たらすぐ帰ってくれいいのよ。だっていなかったんだもの。秀子と神戸行ってたんだもの。みんなとても心配してたのよ。おばさまいらっしゃらないから。無理よ。知らないんだもの。知らないって言うけど、旦那様電報打ちになったの一昨日よ。その電報も見なかったの。見たわ。じゃあどうして帰ってこなかったの。だって夜原だけじゃ何の用か分かんないじゃないの。そんな電報よこす方がよっぽど間違ってるわ。だって電報じゃないの。見たらすぐ帰ってくりゃいいのよ。そうすれば十分間に合ったのよ。もういいわよ、そんなこと。そう、あんたがよきゃいいわよ。いいの。そう、いいのね。私帰ります。そう、じゃあ私も。さよなら。さよなら。さよなら。旦那様何かおっしゃってなかった？はあ、別に。Thank you.
誰？旦那様お帰りになりました。もういい、寝てくれ。お帰りなさい。ああ、飛行機が故障でね。そう、ウルがいらっしゃるんですって。ああ、モンテビデオ。飛行機故障ってどうかしたの？2時間くらい飛んだらエンジンの調子が悪くて引っ返したんだ。そう。出発は明日の朝になった。バカに疲れた。あなた、明日何時？9時だよ。君、いつ帰ってきたの？あなた、お立ちになって2時間くらいしてからかしら。そう。妻、どうだった？面白かったかい？私、もうしない、あんなこと。何？あなたは黙って、遠く行くようなこと。してもいいさ。君らしいよ。うん、もうしない。はじめの電報はすぐ見たのよ。だけど、あれだけじゃ何名だか分かんないんですもん。そうか。それはいけなかったな。でも、ずいぶん急だったのね。前から分かってなかったの？いや、話はあったんだよ。君にそう言おうと思ったんだけど、この間たち君、バカにご機嫌悪かったから。だけど、言ってくださりゃよかったのに。でもこんなに急だとは思わなかった。今朝お早かったの？ああ。眠い？いや、腹減った。そう。何かがある？ああ。私もいただく。そう。下行こう。寒くないか？うん、大丈夫。ふみや起こすのかわいそうね。わかるかい？いろんなもののあるとこ。何？茶碗や箸。行きゃわかるわよ。行ってみましょう。どう？お茶漬け。お茶漬け？あったよ、タカ。それ、フミたちんじゃない？これどう？お茶漬け。あったあった飯。足りるかい？大丈夫。あとこのもの？
気なね、ほんと。ヨネヤよ。ぬかみさん、どこかしら。あったわ。僕やってやろうか。いいわよ。あったあった。なんだろう。なんだ。手危ないよ。うん、大丈夫。あ、それとおどんぶり、うん、ありがとう。忘れ物ないか。小皿。おひたじ。あ。すいません。ありがとう。まいよ。そう？私もやろう。ドラ、君の手は驚いてるだ。おいしいわ。うまいね。
どうしたの？どうしたんだい？悪かった。何が？今まで私。どうして？わかんなかったの。ごめんなさい。あなたおっしゃったわね。インチメートなプリミティブな、エンディア体裁のない、もっと楽な気がす。わかったの。やっと今。いいじゃないか。もうそんなこと。いいえ、よかないわ。大事なこと。バカね、私。いいんだよ。もういいよ。わかってくれ、ありがたいんだ。お上がり。お茶漬けだよ。お茶漬けの味なんだ。夫婦はこのお茶漬けの味なんだよ。そうね。知らなかった、今まで。いや、いいさ。でも、本当によかったよ。今晩帰ってこられて。私も本当によかった。帰ってきてください。いいんだよ、もういいんだよ。分かってくれてよかったよ。旦那様はクラスだったの？ええ。せっちゃん、お見送りした？うん、しなかった。そう。私一人よ。私一人で送ったのよ。そう。どうだった？案外平気だった。本当？偉いわね、あんた。私ダメだったの。ただ、こんなことあったの。帰ってきた晩、遅く一緒にお茶漬け食べたの。旦那様と？うん。食べてから、私、泣いちゃったの。へえ、珍しいわね。あんた泣くなんて。わあわ、しくしく。はじめしくしく、後からわあわ。謝っちゃったの、いろんなこと。そしたらもう何も言うなって言うのよ。でも私言いたかったの。そしたら分かってるっていきなり口塞がれちゃったの。へえ。急と見たらあの人、目に涙いっぱい溜めてんの。いや、泣いちゃいや男のくせにって言ったら、分からないのか俺の気持ち。嬉しいんだ。お前と一緒になって今日が初めて。今日ほど嬉しかったことはなかったんっていうの。そう、私もバカだったわ。ごめんなさい。今日初めてわかるなんて。わーわー泣いて謝っちゃったの。そしたら胸がスーッとして体が軽くなっちゃった。せっちゃん、大丈夫？なに？どう？そろそろ。そうね、そろそろ。いいわよ、まだ。でも男って複雑ね。女なんてうちにいる旦那様しか知らないんだもの。うちにいる旦那様なんて甲羅干してる亀の子みたいなもんよ。あれで外へ出りゃ結構ウサギとかけっこしたり浦島太郎乗せたりすんのよ。大概の女は旦那様のほんの一部しか見てないのよ。そうね、甲羅干して鈍感だなんて言ったりして知ってんのよ。なんだって驚いちゃった。いつかの修善寺ちゃんと知ってんの。なんだって？嘘つくのはもっとうまくやれって。うまい嘘より下手な本当の方がいい。後で心配がないだけよっぽどいいじゃないかって。危ない危ない。私も帰ろ。どうしたの？ちょいと嘘ついて出てきちゃったの。さよなら。私も帰ろ。せっちゃんは？せつこまだいいわよ。うん、私も帰る。のんちゃん待ってんのよ。怒ってくれるんだって。いいからお座んなさい。少しぐらい待たせたっていいわよ。ごきげんよう。ごきげんよう。ごきげんよう。ねえ、せっちゃんわかる？何？よく考えんのよ。よく考えてお婿さん決めんのよ。あんたの一緒の問題。ネクタイの好みがいいとか、洋服の着こなしがどうとか、そんなことどうでもいいの。
なんて言ったらいいのかな、男の人の頼もしさっていうのかしら、それが一番大事なの。私も分かんなかった。でも今じゃ嫌だったことが何から何まで好きになっちゃったの。あの日旦那様めったないと思ってんの。何を笑ったりなんかして。生意気よ。よく起きなさい。はい。おじさま、今頃ウルガイで何してらっしゃるかな。これでおしまい。いやん、ひどいわ、おばさま。あたし帰ろ。さよなら。まだいいじゃないの。もうたくさん。ですか。そりゃ愉快だな。奥さん、そんなに佐竹さんに惚れちゃったんですか。え、大変。愉快愉快。そりゃそうですよ。ネクタイの好みがいいとか、洋服が上等だとか、そんなことじゃないんだ。僕のなんかこれ保湿ですよ。これも古いの人からもらったんだ。そう、だからどうなの。いや、洋服なんかこれでいいんだ。男は結局頼もしさですよ。じゃああんた頼もしいの。うん。そうかしら。疑うとこないですよ。絶対ですよ。あんたはまだ僕のコーラー干してるとこしか見てないんだ。あんたの知ってるのは僕のほんの一部ですよ。いや、そんなずうずうしいの。嫌いたってダメなんだ。そうなるんだ。後で後悔するんだ。わかってるんだ。節子さん。節子さん。